様、こんにちは。なりわでございます。本日は娘夫婦からね、福袋をプレゼントされましたので、今から開封をしていきたいと思います。その前に、はい、シャクラちゃんです。はい、皆様おめでとう。はい、ありがとう。ここにいてね、はい、ここに好きにしてて。お利口だね、お利口。ちょっとちょっと見て、これお利口さんでしょ。ここにじっとほら。ちょっと待って、これもうちょっと、よいしょ。あ、行き過ぎ、行き過ぎ。じゃあここにいなさい。はい、それでは、これどこのメーカーかな、なんて読むの、アクシス、アクシスアクシスさんからの、福袋で、今からね、お値段は1万1000円だそうです。6点セットということで頂戴しましたので、今からね、ちょっとね、開封をしていきたいと思います。すいません、カメラがこんな位置で、前にね、娘夫婦がいますけれど。ではまず1点目でございますね。はい、よいしょ。あ、はい、セーターのようですね。ちょっと中を開けてみたいと思いますね。こういった色はね、私なかなかね、着ることがないですから、珍しいですよね。シャコちゃん、もうちょっとこっち来る、もうちょっとこっち来る。すごいね、お利口にしてね、ここに座ってるんですよ。はい、はいね、どうシャコちゃん、これ、ん。はい、こんな感じですね、こういった感じのセーターですね。今後ね、愛用したいと思いますね。まず1点目、はい、こちら前だけ模様編みになっておりますね。それと襟のところと、で後ろは普通ですね、平編みになっております。こういった何色っていうんでしょうか、黄色よりかちょっとね、おとなしい色ですね。では2点目、はい、2点目はなんだか爽やかなペパーミントのような色をしておりますけれど、ね、シャコちゃん、どうだろうね、何が入ってるんだろう、ね、はい、はいはいはい、これなーに、はい、クンクンクン。シャコちゃん、はい、あ、スカートですね。はい、こういったスカートですね。はい、またね、いろいろ今日ね、紹介させていただいたお洋服は、その日のコーデでね、ご紹介をしたいと思います。次が、これがどこだろう、どこだろう、はい、あ、上に着るトップスですね。普通の感じでございますね。で、襟元に、レースの刺繍、なんて言うんでしょう、レースが施してありまして、で袖口がちょっとフリルになっていて、シャーリングになっておりますね。はい、でこれで3点目ですね。じゃあ次4点目。ん。何ちゃった、どうしたの、待って。はい、4点目でございます。大人しくね、なんかショコラがね、本当にこっち行きたいのかな。言ったら怒られる。ん？行っていいよ。いいよ、行っても、そっちに。しぼちゃん？ん？はい、4点目は、なんかね、面白い。はい、娘登場です。はい、こちらですね、ワンピースになっておりますね。はい、はい、ですね。で、あと5点目でございますが、なんだろう、はい、あ、ワンピースかな、結構すごいそうなのがね、入ってますよ。はい、あ、はい、
これこういった感じですね。はい、ワンピースワンピース。あ、下はこういったね、チェック柄で、裾にこういった模様が入っております。上はあのリブ編みな感じの、リブ編みじゃなくて平編みですかね。そして、袖のところにフリルがなっていて、あとはシンプルな感じですね、こういった感じのワンピースですね。はい、こういうの私大好きですね。で最後6点目でございますね。なんだろう、あ、カーディガンですね。またこれはさっきのワンピースとね組み合わせたら良さそうですよね。録画取れてますよね。ここまで撮って取れてなかったらショック。結構そういうことあるんですよ。はい、あ、こちらカーディガンですね。あ、はい、これはまたね、シンプルでとってもいいと思います。あ、いいですね。さっきのワンピースとかあのいろいろ組み合わせて着られそうなのでね、アクシスさんの今日は福袋6点セットのご紹介でございました。それでね、ちょっとこの中で私が着れなそうなのが1点あるので、娘のね福袋の中身と1つだけね交換してもらおうと思います。こちらですね。これちょっと私には大きそうなので、娘とね交換、はい、こちらと交換をねしてもらいました。ジャンバースカートですね。これだったらね、あのシンプルなセーターかなんか着て、着れば着れますし、そしてこの上からね、さっきのカーディガンとか着たらいいんじゃないかなと思いますので、これジャンバースカートですね。ウエストがちょっと後ろだけゴムになっておりまして、飾りボタンがついていて、こんな感じでございます。また、これらのお洋服はまたね、後日コーデでご紹介をしたいと思います。ということで本日は、アクシスさんのこちらの6点セットの、福袋のご紹介でございました。皆様方いつもなりわの動画を大変失礼いたしました。ちょっと待ってね、よいしょ。はい、皆様方いつもなりわの動画を視聴してくださいましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では しょうかちゃん、いい子だね。尻尾が白いんだね。ふさふさ、あ、いい子。これ音楽入りであげよう。ここのとこだけ伏せたよ、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 ショコちゃんが伏せた。なに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 、ペロペロ、ほらほらほっとかないでって言って、ほっとかないでって、私のことほっとかないでって言って、かわいいね。はい。おかしい、ショコちゃん。どうしたの？はい、こっちだよ。はい、終わり。スタート。ショコちゃん、まあ、も置物みたいにじっとしてショコちゃん、動かないね。えらいね。かわいい。じー。何それ。ずーっとそこに座って動かない。心配したの。ももがバイバイ言うたから。ごめんね。おかえり。おかえり。
いいよ。